前回、もう冬、ね、半年以上前の白州バイクロアのトラックロクロスのレース実況動画。そうですね。やってからの、今夏になってます。夏になりました。はい。ちょっと次のレースに向けてね。そうですね。競争心に火がついた2人を迎えて、ちょっと、トラクロ攻略への道で、ということで、ちょっといろいろやっていきたいなと思いますが。お願いします。お願いします。じゃあまあ前回バイクロは一緒に走ったサンタです。サンタと、初参加のイクラです。イクラちゃんもね、この前の。そうですね。この前の、白州のバイクロアで、まあ、トラックロではないですけど、レースには参加して、これで参加して、ちょっと次こそはと。やってやるかなと。はい。じゃあそんな、競技に目覚めた2人を呼んで、じゃあちょっとトラックロ、何が向いてるのかとか、機材的なね、やつを紹介していこうかなと思います。お願いします。お願いします。トラクロね、基本的に固定ギアのフレーム、固定ギアができるフレームであれば、まあ何でもいいんだけど、まあより太いタイヤが入ったりとか、まあちょっとそういうコースを走るのに特化してた方が、やっぱ速く走れるし、安全だし楽しいしっていうのがあるので、まあ特にこのマッシュのスチールは、まあ普通のこの状態で、38とか40ぐらいまでタイヤが入って。で、僕特に気に入ってんのは、この BB ハイトが高いので、ペダルが地面にヒットしづらいっていうのがありますかね。そう。あとは、太いタイヤ入るで言うと、サーリーのスチームローラーとか、オールシティのビッグブロックなんかもね、32とかまで入っちゃうから。あと最近あれか、アフィニティのロープロとメトロポリタンも35まで入りますね。そう、ヘッドが変わったりとかしたので、ちょっとその辺がやっぱり、こう、向いたフレームになるかな。どんぐらいの太さが、好ましいですかね、大体。俺は、好み的な。そのスピードだったりとかも出せるように、33とか。33。今そうついてるのが33かな。うん。ただやっぱり、木の根っことかがあったりするので、まあ、そのパンクのリスクだったり回避したり、あとグリップ力上がるのはやっぱより太い方が上がるから、まあ、そこはこの自分が求めるスピードとのバランスにもなるけど、まあ、基本的によっぽど地面荒れてなければ僕は33ぐらいが走りやすいかなって感じです。細すぎず。うん、通勤は中部ですか？中部路？あ、今はチューブド。で、トラクロになると、やっぱり。レースの時はチューブレスにします。の方が、いいですね。はい。まあ、基本的にやっぱオフロード、これ土の上走るので、グリップするように、まあ、ブロックタイヤが好ましい。いくらちゃんなんかは今、通勤向け。ツルツルになってます。レースの時はタイヤ変えてみたいな。変える予定です。あ。まあ、その前回の話ですけど、バイクロアの時も、本当もうこの状態で走って。あ、これで行ったの？すげえ。なんか意外と滑ったりもなく、っていう感じだったので、今はまだこの、マキシスのディフューズにちょっと信頼を置いてるんですけど、今後チューブレスも使っていけたらっていうのも踏まえて、ですね。今、そう、チューブレスって出てるけど、最近ね、やっぱりマウンテンバイクから派生して、シクロクロス、グラベルとかも基本的にロードもか、チューブレスっていうのがすごい多くなってるんだけど、まあ、中にいわゆるゴムのこのチューブがないことによって、よりこうタイヤがしなやかに潰れるようになったり、で、軽量になったり、だと、リム打ちパンクって言われる、チューブを挟んでパンクしちゃうリスクがやっぱりググッと減るので、これはそう。多分レース実況の時でも話してたんだけど、その前の秋ヶ瀬のバイクロアで木の根っこに後輪ヒットさせて、パンクしたまんま最後一周走ったっていう苦い思い出があるので、それ以降、チューブレスにしてます。そう、もともと普通のシクロクロスはずっとチューブレスだったんだけど、このトラックのホイールでチューブレス持ってなかったので組みました。サンタもね、僕最初からチューブレスも一緒に出た時はチューブレスで行って、うん、今はチューブ入れてます。あ、そうね、通勤用で。そう、俺も通勤はもう基本チューブを入れてます。たまに空気ない時朝入れるのが、そう、やっぱりチューブレスこういきなり抜け始めちゃったりするっていういい面もあるけど、悪い面もどうしてもあるので、今はチューブで。いくらちゃんこれホイール変えないとじゃん。そうなんですよ。確かに変えないといけないので。リムがね、やっぱチューブレス対応してるセットじゃないと。あ、そっか。そうそうそう。大工事が必要です。じゃあホイール組み替えて、秋がせ、冬に向けてって感じですかね。はい。次は、ギア比ですか？ギア比です。ギア比を。まあ、そうね。まあ、固定ギア、シングルスピードなので、まあ、ギアは変速がない1枚の。変速がない。で、よくギア比って言われるのが、前のギア割る後ろのギアで何点何みたいなのがあるけど、まあ基本、そうね、ピスト、トラックバイク、街中で走るときは 2.7 から8、そう、ぐらいが多いですかね。なんですが、オフロードになると、もうやっぱり、この、漕ぎが重くなったりとか、でストップアンドゴーも多かったり、上りもあったりとかなので、一気にこうギア比を下げることが多いです。前のトラクロ出た時は、いくつで行きました？何かは、43の19、2.2、6とか。どうでした？僕めっちゃ、それでも重く感じたんですけど、前の。いや、上り坂はめっちゃ重かったよ。あ、やっぱそうですよね。上り坂はもう、それはギアがないから、頑張るしかないけど、ただ、それより軽くしちゃうと、ちょっと足回りすぎちゃう。下りとか、トップスピード出ないかなっていうのがあるので、そう、よっぽど辛くない、まあ、辛いけど、ね、まあ、このぐらいが僕は好きかなっていう、脚力に合ってるかなって感じで。2.2 でも、全く、1周目は生きたんですけど、うん、2周目から全く無理で、そうね、どんどん軽い方がいいかなって思っちゃったんですけど、軽くしすぎちゃうとそうなるんですね。そう。降りるときとか。特に白州とかは下りがあるから、足がずっと回り続けてる。なるほど。そういうこと。そう。まあ、ある程度ずっと踏んでられるギア比。サンちゃんはその 2.2 で、その上りはきついって今言ってましたけど、うん、他のコースはどうだったんですか？言われてみれば確かに、なんか、回りすぎず、でもまあ、ちゃんと焦げるぐらいのギア比だったのかなって思ったんですけど、多分脚力が足りなくてやっぱり2周目からもうしんどすぎたっていう、はい、どんどん足疲れてくるしね。まあもちろんやっぱ軽くすればスピードは伸びないけど、その分ずっといいペースで走れたりとかもあるので。いくらちゃんこれでしょ？ 2.7 で 2.7 で走る。普段乗りの状態でそのまま持ってっていってこんな重いのっていうぐらい全然ね、アスファルトとは別物になるからねじゃあちょっとここのギアも軽いのに変えてって感じですかね。ですね。じゃあベストというか、うん、まあおすすめはやっぱ 2.2 ぐらい前後、うん、そのぐらいがいいかな、うん、特にフリーギアは俺シングルで走るとき 2.0 とかもっと軽いギアするんだけど、やっぱ固定ギアってこう踏んだらペダルがグイッと返ってきてくれる独特なこの乗り味があるので、その分軽くても、あ、重くてもいいかなっていう感じにしてるので、そうですね、そのぐらい。あとはみんな脚力とご相談で変えるかなって感じです。なるほど。ちょっと初心者的な質問になっちゃうんですけど、はい、まあそのギア比を変えて、周りが軽くなるじゃないですか。うん、そうなった時にこう、スキッとする時の引っ張られ具合とかもやっぱ軽くなってくる。あ、そうね。スキッとする時もやっぱギア比軽い方が足止めやすい。ああ。やっぱ重いとその分、グワッと感性で持ってかれる重たさっていうのはあるけど。ただね、土の上ってそんなにスキッとやっぱり、この摩擦抵抗がないから、うん、2.2 ぐらいにすると、もう座った状態で足パッと止めれば、ロックしちゃうぐらいなので。なるほど。うん。そんなにそこはあんま気にしてないかな。じゃあペダルですね。ペダルいきますか。ペダル、前回は僕普通のクリップで行って、うん、実際にちょっと力がなくなっちゃって、坂のところでどうしても足抜けてこけちゃったんで、はいはい、今回はちょっとビンディングで行こうかなと思って、ビンディングにしました。ペダルも。あ、ビンディングってね。この専用のペダルと専用のシューズで、裏に金具がついてて、ガチャンともう一体になるペダルですね。実際に通勤とかで使ってみて、やっぱクリップとかよりかも、やっぱ、はまるっていうか、まあ固定力がやっぱ完全にそうね、一緒になるから、スピード足しやすいのと、なんだろう、遊びがない分疲れにくいのかなと思って、ちょっとトラクロ出るまではちょっとこれで慣らしていこうかなって思ってます。まあ今言ったようにね、機材揃えなきゃいけないけど、やっぱそのペダルとの固定力っていうのは明らかに高くなるので、やっぱクリップストラップだと引き上げる方向をミスると、ポンって抜けちゃうっていうのがあるし、あとは結局この脱着がめちゃくちゃ早いから、慣れると。クリップってね、こうペダルひっくり返して、足ボボッと入れて。っていう2アクション必要になっちゃうけど、これ慣れればポンとステップイン一気に楽にできるので。確かに僕スタートの時みんな自転車寝かして用意読んでいくじゃないですか。あの時クリップが入らなくて、もうダンカンさんの後ろついていくってなってるのに全然右足だけ入らなくてダンカンさんもいなくなってたっていう、はい、あれなんで、多分これならそうね、いけると思うんで。まあ結構そう、足入らない時でも何回転かさせると。そうですね、カチャってこう。カチャッと入るときがあるんで。そうだな。サンちゃんの今のエピソードは、もろに僕も食らいましたね。やっぱり。僕はペダル、ストラップで、前回走ったんですけど、多分もう足入んないし、なんかペダルも全然回ってくんなくて。はいはい。で、結果なんか、入れやすいところまでかけてって、乗るっていう状態が続いたので、で、その後僕も、ほんと最近、ビンディングに変えて、今、通勤で、練習中なんですけど、まあやっぱ、楽ですね。楽ですね。まあ、あとはそうだね。基本的に、レース中はブレーキ使っちゃダメですよ。まあ、ノーブレーキにするか、ブレーキついてても使わないでくださいが、基本なので、やっぱり、ね、クリップ足入らないで止まんないってなると危ないので、そう。まあ、確実に足が入れやすい、で固定されやすいビンディングっていうのは、まあね、ちょっと機材を揃えなきゃいけないけど、絶対ここは、レースをより速く走るためには、絶対に、そう、おすすめなパーツです。クリップが入らんくてから裏向いてて、無理やりこう越えた時に、石に当たってこう、ガッてなったりとか。あ、そう、ぶら下がっちゃうからね。そう、ぶら下がっちゃうから、地面と近くなっちゃって。そう。そう、それもあるね。やっぱこれだけペダル、ちっちゃくなるので、地面にヒットしたりっていうのはやっぱり、一気に少なくなるから、そこもメリットとして、全然大いにあります。そんなとこですか？そんなとこですかね。あと、ちょっと一個、ビンディングに変えて気になったのが、やっぱそのこのクリートの取り外し、しやすい角度みたいな、あるじゃないですか。もともと柔道とか。ああ、ペダルとかクリートによってね。どんぐらいひねったら外れるか。そう。最初、このペダル買った時についてたので、最初試したら、やっぱちょっと気持ち外れやすく感じてしまって、少しスキッとしたりする時にちょっと怖かったんですけど、それはこう、ちょっと経験者のお二人的には、なんか、自分の好きなグリップ固定力みたいなのはおすすめあったりとかするんですか？あ、まあそうね。僕は固めっていうんですか？固め？あんまりひねってもなかなか外れないぐらいの角度のやつが好きですね。やっぱそれこそちょっとひねったら出ちゃうとかだとやっぱ僕も怖いんで、結構きつめの角度。そうね。で、各社、まあ今たまたまみんなタイムのペダルついてるけど、まあシマノだったり。クランクブラザーズだったりとか、結構メーカーによってその、なんだ、特徴が違うんですけど、俺はもうずっとタイムが好きで、タイムが今言ったその固定力の高さとか、なかなか外れにくさっていうのが、まあ一番ある気がしてて、そう。特にクランクブラザーズとかは、ちょっと、つけやすいんだけど外れやすいっていう印象があったりとか、シマノもいきなりこうある角度いくとパンって外れちゃったりするのがあるので、僕はずっとタイムを使ってます。そうなんです。そうで、タイムの中でもクリートが2種類あって、はいはい、初心者向けの簡単に外れるやつと、あと標準の外れにくいやつ、イージーってやつ。そう、イージーが簡単なやつと、で普通のやつもなんかその左右の入れ替えによって角度を変えられるっていうのがあって、これは一番外れづらい17度だったかな。17、そう10度と17度かな。だからよりかかと、まあね、後でちょっと実写使ってやりますけど、このガチャンって入れて外す時のかかとのひねり具合をいっぱいひねらないと外れないようにっていうのにはしてます。17で1回こけました。17で外れねってなって。今多分僕も17かな。結構がっちりめな。まあこの辺はそうね。たまたまみんなタイムだけど、確かに。まあおすすめは、まあシマノかタイムなのか。やっぱそっちの2つはやっぱ固定力高いので。っていう感じです。じゃあ、ちょっと、ここからは乗ってみますか。実際にちょっと自転車を使ってレクチャーしたいと思います。お願いします。